ロシアのメディアは先日中国共産党の習近平総書記が今春にロシアを訪問すると報じましたロシアの通信社スプートニク1月30日の報道によりますとロシア外務省は習近平総書記が2023年春にロシアを訪問しロシアと中国の関係における最優先事項になると発表しました 習氏の訪問は2023年の二国間アジェンダの中心的イベントになるだろうと報じましたしかしロシア外務省は習氏のロシア訪問の日程を具体的に言及していませんロシアメディアガゼタによりますと中国外交担当トップの王毅氏は2月20日にモスクワを訪問するとのことです習近平のロシア訪問に道筋をつけるためと考えられます イギリス市インディペンデント1月31日の報道によると習氏はロシアのウクライナ侵攻1周年前後にモスクワを訪問する可能性が高いと報じましたプーチン大統領の対ウクライナ侵攻は2月24日で1周年を迎えますロシアのウクライナ侵攻について中国共産党が公式にロシアを非難したことは今のところありません 国際的な対ロシア制裁の下で、中国共産党は水面下で、プーチン氏に支援を与えていると指摘されてきています。両国はエネルギーや貿易など、多くの分野での協力関係を重ねて表明しました。台湾の国立政治大学・国際関係研究センターの総国政研究院は1月31日、大起源に対して、習氏は今、 絶えない内部危機を覆い隠すために外部資源を求めている。習氏はアメリカとの関係を改善したいと言いながら、プーチン氏と会談しようとしており、矛盾している。これは国際社会の信頼を高めることにも、内政の危機を隠蔽することにもならない。これは出口の見えない末路で、暴走する現象である。と述べました。 アメリカ外交問題評議会のシニアフェローであるイアン・ジョンソン氏は1月31日、ボイス・オブ・アメリカに対し、中国共産党のこの動きは、ロシアを支援することで、民主主義国が支配する、現在の世界秩序を打破しようとするものだと指摘しました。 北京の春の陳意見編集長は1月31日もし習氏が本当に放浪すればそれは中国共産党がアメリカと正式に対決することを意味すると分析しました中国共産党政権全体と西側との対立は今やもはや挽回できないが対立の過程において西側は依然として中国と貿易や技術の交流をしておりデカップリングしない状態での対立となります しかし、習氏がロシアを訪問し、中ロ同盟に関する声明を発表し、ウクライナを侵攻するロシアを支援する姿勢を示せば、西側との完全なデカップリングの可能性も出てくることになるでしょう。メディア関係者の礼儀名詞は、中国の信号新外相が最近、アメリカに示した友好的な態度は一時しのぎのものに過ぎず、中国共産党政権とアメリカとの対立は、全人類を支配するという。 共産党の究極の目的からして避けられないと指摘しました。かつて70年以上にわたって共産主義政権に支配されたロシアは、形式的には民主主義体制を確立したが、ロシア人の頭の中には、多かれ少なかれ共産党の思想が残っていると、礼儀名士は考えています。そのため、中国共産党とロシアのプーチン政権との間には、ある程度の同一性があるのです。現在 中国共産党もプーチン政権も危機的状況にあり、それぞれの政権を存続させるためには、両者の協力は必然的であるのです。そして、中ロの同盟は世界の政局に大きな影響を与え、特にアジアでの戦争勃発の可能性をより高めることになります。